はい、え、ティネス・アジ・シャーカーです。え、今日はですね、あの、自分に合う合わないの指導の仕方があるのでね、それについて、え、事例をちょっとお伝えしていきたいと思うんですよね。で、あの、あるジュニアがですね、高校に進学して、で、そこの高校はもう、あの、全国のもう上位をね、もう締めまくった高校なんですよね。で、その指導者っていうのがどんな教え方をするかっていうと、すごい細かくきっちり教えるらしいんですよ。ね、あの、玉出ししてきっちり、なんかこう、その人の、その子のジュニアのね、これ修正をこうやっていくんだけど、 あの、そのジュニアがね、で、その、あの、練習をこう受けるときに、もうね、それでもぐちゃぐちゃになったのね。なんか、とにかく、で、あの、なんていうなまあ、その保護者もね、本人も、あの、その練習が合わないっていうことを言ったんだけど、何言ってんだみたいな感じで怒られて、またこう、弾出してきっちりきっちり直されるんですってね。 で、まあ、そこにいる、まあ、トレーナーの話を、もうちょっといろいろ聞いたんでね、知り合いだったんでね、ちょっと聞いたんだけど、もうかなり細かくこうね、なんかこう修正していくらしくて、で、それによってね、あの、かなり良くなっている選手もたくさんいるんだ、とは聞いたんだけど、で、おそらく全員が全員こう当てはまらないのね。で、その、あの、 合わなかった選手はどちらかといえばライブね、実戦,実戦に近いこう打ち合いの中でこう覚えていくのがなんか自分にしっくりくるみたいなんだけど、ずっと玉出し練習ばっかりさせられるもんだから、もう感覚が狂ってぐちゃぐちゃになっても全然勝てなくなっちゃったのね。 で、結局、その、ま、超有名なね、あの、高校をこう辞めちゃって、別の高校にも結局編入する形になったのね。最近なの、高校の編入多いっすよね、なんかね。あの、もう会わなかったらもう高校辞めて別の高校行くみたいなね。そんなのが結構多いから、あの、なんていうかもう時代も変わったなと思うんだけど、やっぱりこう入るときに、そこの練習がどんな主体の練習してるのかをね、一回調べといた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。 えー、実際その例えばその練習の仕方にしてもあの例えば玉出しってあるじゃない玉出しっていうのがなんかこう慣れてない子っていうのは本当ぐちゃぐちゃになるで逆に言えばやっぱりこう修正する時って玉出しっていうのをねあのブロック練習って言うんだけどあのブロック練習 っていうのと、それと、あの、ランダム練習って、こう、いろいろこう、あるんだけどね、その、多分そのブロック練習で細かくされるのが嫌なんだろうね。あの、でも、逆に言えば、その、なんて言うんだろう、この、出し練習が嫌いだからって言って、あの、それに慣れとかないと、実際にそういう場面でね、修正するときこう、全部ライブで直すっていうのも限界があるから、 あの、やっぱりまあ好き嫌いなくておかしいけど、あらかじめね、やっぱりジュニアの頃からダメ足も慣れてとく必要あるし、ライムも慣れてとく必要はあると思うんだけど、もう明らかにもう,もう高校くらいになってそれが合わないんだったら、その合わないところで練習しても、まあ仕方がないのかなと思うんですよね。なので、あの、まあ私もね、やっぱりこう、あの、選手受けるときに、 あの、細かくね、こう、例えば、玉足でチェックして、あの、すると、あの、きっちり、うまく、あの、いく子なのかな、とか、あの、逆に、この、なんていうかな、あの、玉足とか、そういうのが合わない子なのかな、っていうのを、こう、ちょっと見ながらね、あの、こう、やっていったりとかするんだけど、やっぱり、それに合わせてね、練習をね、やっぱり、こう、メニューを、本人なりに変えていかないと、多分、ぐちゃぐちゃになるんじゃないかな、と思うんですよね。で、実際のところも、その、その、その本人にね、何が合うかっていうのも、 あの、やっぱりね、こう長い付き合わないとね、こう、わかんない部分ってこうあると思うんですよね。で、あの、やっぱり最近多いのは、やっぱりいろんなこう選択肢も増えて、それはいいんだけど、ちょっとどっから作るかどっか行って、で、教わって、で、やっぱり合わないからついこっちこっちこっちってこう、あの、点々とこう回る子いるんだけど、やっぱりね、でも実際ね、一回二回の体験じゃ難しいんじゃないのかなと思うんですよね。なので、あの、本当にね、コーチにと一回、 なんてか、ほ、真剣に考えてね、自分のいるところが、もう、あの、なくてっていうか、あの、合わなくて、本当に探すんだったら、あの、いろんなタイのスクのルのね、その講師とね、もうちょっとね、親身っておかしいけど、話して、で、あの、練習の内容から何からっていうのを話し合ってからね、あの、受講していって、ダメだったらもう一回手直しするとか、そういう感じでね、ちょっと時間かけないとね、なんか難しいんじゃないかなと思うね。最近多いのはやっぱり、 なんてうんだうかなあの、うちに来てる子っていうのはもうほ,ほぼほぼね、ずっと結構遠くからでも、まあずっと定義的にずっとこう来てる子は、もうずっと来てる子なんだけど、やっぱりなんか、ちょっと来て、で、会わなくてって、で、他聞いたら、またあっちにも行ったよ、こっちにも行ったよって、それは悪くはないと思う。いろんな見てもらう、見ると、あの、見ていくのはいいんだと思うんだけど、結局なんかこう、あの、どこつか、どこもつかずになってるなっていうふうな子って、いっぱいいるのね。でおそらく、 そうなる前に、もうちょっとね、あの、多分いろんなコーチの人もね、一生懸命頑張ってくれてと思うのね。でも、どう言うんだろう、こう、その子の、なんて言うのかな、感覚とか、感性とか、そういうのを合わせて持っていくにはね、結構ね、やっぱり1年、2年かかったりとか、しちゃったりする場合もあるから、すぐ答えてう出ないんですよね。なので、一回、この、あの、コーチとね、親身にこう話し合ってね、で、その指導の仕方も、コーチの手、 あの、言うこと違うじゃないで、なんでそれは違うのかとかっていう、その根拠をよく聞いたいとかね。根拠も知らずにやっぱ合わないとかで、すぐそのままで決めたと,ところで、あの、次じゃあ、見つかったとこがいいとは限りませんからね。そこはちょっと、あの、時間かけた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。で、私今、例えば、あの、マレーシアにいる子とかも指導してるんだけど、実は来れないじゃないで、まあ、向こうでね、あの、まあ、別の人が、まず、あ、こう、ね、あの、教えたいとか、まあ、保護者が教えたいとかしてるんだけど、 やっぱりまあ今回もね、あの、うちはかあのメニューをこう組んでね、こう渡すんだけど、まあ伝えたのね、まあ他の人にもね、ちょっと意見聞いてみてねって言ってね。で、で、それによって、もし別の意見が来たら、こう教えてくださいねと、まあ伝えてあるし、だって自分の、あの、見た方向だけで、あの、決定していくっていうのは、あの、やっぱりこう、なんていうの、限界があるっていうか、 あの違うね、この発想っていうのも、やっぱり、えー、知った方が、やっぱりこう幅が広がるのでね。であの自分が言っ,たなあの言った内容に対して何が合わなかったのかっていうことを、まあ、フィードバックしてもらって、えー、で、他の人はこういう意見があったんだけどっていう言ってもらえば、こう結構こう合わせると思うんだけどね。 で、まあ、そこでも話してるんだけど、まあ、ズームか何かでね、まあ、もし分かんないことがあったら、ちょっとミーティングしましょうかっていう、こう、話はして、できるだけね、あの、密にとって、その子に合うものをね、こう、作っていこうかな、っていう風にしてるんだけど、それだけね、非常にね、の、練習の内容をね、それこに合ったものをつあの作っていくって、地道で、おそらくね、もう、パーフェクトにしていくってことを考えたら、もう、半年、一年かかっていくんじゃないかな。だから、毎回私がこう、送って、で、手直しさせるのが、 あの、来て、で、まあ、こっちがアドバイスしてってことずっとこうやりとりしてるから、あの、まあ、そのうちにね、多分お,おそらくそこはいいものができるんじゃないのかなって、もう非常に意識の高いね、えー、ご家庭なのでね、あの、なるんじゃないかなと思うんだけど、あの、ほ、ま、ちょっと悪い例っておかしいけど、一回来て、で、ポツっと来て、で、ね、もう、もう来なくなっちゃったとかね。で、こっちがどうですかって言っても何も連絡、何にも落とさないとか、まあ、相当合わなかったんだろうね、きっとね。 で、それはも仕方ないかなとは思うんだけど、やっぱりその、なんで会わなかったのかとか、えー、その前にまあ私としては、あの、ちょっと言って欲しかったなってのがあるんですよね。で、それによって、あの、別に私、あの、気悪くもしませんしね。で、あの、万人に会うコーチなんていないと思ってるから、なんで、どういうとこが会わなかったのかっていうことを言ってもらったら、ね、こっちからも、やっぱり、で、あとこうしたらどうだろうかっていうのは、いくらでもね、それはね、お付き合いしていこうと思うし、こっちも勉強になるし、 で、あの、その頃ね、やっぱり、なんていうのかな、指針の一つにも、まあたくなっていくとは思うのね。えー、という感じでね、あの、他のね、保護者もね、やっぱりその、例えば、なんか今一つわかんないなって言うんだったら、そのわかんないその根拠って何なんだろうかって、もうちょっと ね、そのコーチにね、突っ込んでね、話を聞いてもいいんじゃないかな。やっぱり、その一日だけでそのコーチの力がね、発揮できずに終わっちゃったっていう残念な場合もあると思うね。本当だったら、その子にとって、めちゃくちゃいいコーチだったはずなんだけど、やっぱり一回来て、ちょっとうまくその時のね、あの、シチュエーション的にうまく合わなかった、十分なことが伝えられなかったから、それでも保護者が評価して、ここダメだ、みたいなね、えー、評価して、チャンスをね、逃してる場合もあるかもわかんないですね。なので、一回、あの、ちょっと良くないなと思ったけれども、一回その根拠とかいろいろ聞いてみて、 あの、判断してみたいなとかね。で、あのー、もう一つあの、おそらくね、多分保護者の方もね、あんまりこう突っ込んで言うと失礼じゃないのかなとかってね、いう風な部分もあるとは思うのね。 なので、あの、例えば、こういう風な、例えば、あの、教え方も聞いたんだけど、どうですかとかね。えー、言ってもらえたら、あの、こっちもね、じゃあこうだよ、ああだよっていうことを、ね、俺、あの、私はこう思うんですけど、って、そちらのコーチはどういう風に思われてますかとかってね。そういうのをちょっと聞いた上で、あの、なんていうのかな。自分に合ったものっていうのを、あの、ちょっと検討していくのが、ベターかな。まあ、その上でね、まあ、ちょっと、まあ、あの、白川さんのところは合いませんでしたっていうのは、それで OK と思うのね。あの、全員が全員が合わないと思うけど、やっぱり、 ベストをね、やっぱ尽くしたいなと、こういうふうに思うんですよね。なので、やっぱり、あのー、ちょっとね、やっぱ思うのをね、こう、転々としすぎる人が一緒に多いと思うね。で、私も、あの、要するに、いろんなとこ見た方がいいですよとかて言ってるじゃないかとかって言われるかもしれないけど、いろんなことが見た方がいいと思うのね。でも、その時に、あそこはこうだったんだけど、とあとはこうだったんだよっていう、このフィードバックがあるとすごく助かるんですよね。で、うちのジュニアも、やっぱり、あの、いろんなね、あの、コーチのとこにね、お世話になってるんですよね。 んたら、いつも聞くんですよ。えー、どうだったとか言ってね。あ、こんなこと教えられたとかね。あんなこと教えられたって、いつも変わりませんとかって、いろいろ聞くのね。で、それによって、あの、なんていうのかな。あの、ヒードバックもらったことが、次のアドバイスとかそれのにプラスになるし、そういう関係の方が一番ベタなのかなと思うんですよね。で、ダメなのね。やっぱりね、あの、悪い人じゃないのよ。気使って何も言わない人ね。もう、やっぱり言うと失礼だから。とかでもってね、気使ってくれてるのは分かるんだけどね。あの、何も言わないのね。黙ってあっちこっち行くのをね。 別に、言っちゃダメと言ってないんだけどね。あの、だから別の、あの、うちの子もね、あの、今度何曜日はね、どこそのスクールに入ったんですとかで、あ、そうなのどうだったとかで、あそこね、ちょっと後ろないんだよって、あ、そうなので、じゃでも、結構じゃあ前に入っていく練習はできるよねとかね、ど、ね、どうだったとか言ったら、いや、こんな感じだったとかで、こう、いろいろこう言ってくれるじゃないだから、私もじゃ次の練習、じゃこうしようねとかね。で、また、あの、LINE 送って、次のプライベートって、じゃあ、コーチが一方的に考えなくて、自分からも考えようよ、とかね、こういう、 こうやり取りがあるじゃない。で、そういうな、そういうな感じでね、なんかいい練習っていうのを、こう、で、あの、奪っていくもんだから。だから、ま、あ最初のね、あの、なんていうのかな、えっ、ー、と、その高校入った時の男なんだけど、 あの、高校入ってからね、入学してからね、合わなかったじゃん、ちょっと困るじゃない。だから、あらかじめね、そういうのはね、うまく聞いといたりとか、それから、もっとこう、なんて、僕はこんな感じでやった方がのあの、あの、伸びるんですとかね、なんかこう話を聞いて、で、その、あの、講師がガンとしてね、あまりね、あの、曲げようもしない。で、それが合わないんだったら、もうやめとた方がいいし、あらかじめそこはね、ちょっとね、あの、しっかりとコミュニケーションとってね、調べといた方がいいんじゃないかな、とこう思うんですよね。あのー、まあ、あ皆さんもね、指導法とか、 毎回やったのと同じなんだけどねあの。そこはね、もうちょっと講師とね、あの腹を割っていったらおかしいけど、でその腹を割った話でね、へそ曲げられる場合もあるからね、あのそこに関してはね、ちょっとのもうへそ,へそ曲げられるなとかだったら、ね、ちょっとやめた方が逆にいいんじゃないのかなとこう思うんですけどね。そこはちょっともうちょっとあの柔軟に話ができる人を、ね、選んでいったらおかしいけどあの、腹割って話せるところでね、 ちょっと頑張ってもらった方がいいんじゃないかなと、こう思います。ね。えー、とりあえず皆さん、頑張ってください。